フランツ・ストールはアメリカ合衆国のミュージシャンギタリスト。兄のピーター・ストールとのスクリーム、元にルバーナのデーブ・グロール率いるフーファイターズでの活動で有名。フランツと兄のピーターはバージニア州ベイリーズ・クロスローズで生まれ育った。彼らの父で弁護士のアーノルドはワシントン DC のロックバンドザ・ハングマンのマネージメントを行っていた。フランツはギターの練習を始めると ベーシストのスキーター・トンプソンと共に地方のバンドを立ち上げた。1981年に二人はフランツの兄であるピーター、そしてケント・スタックスと共にバージニア州アレクサンドリアでバンドスクリームを結成する。1990年にスクリームが解散した後フランツとピーターはバンドウールを結成する。バンドはロンドンレコードよりアルバム ボックスセットをリリースするが、1996年に活動を休止してしまう。フランツが当時 J をプロデュースしていた友人を訪ねた時、J がツアーに向けてギタリストを必要としていることを知った。フランツは J に招待され、J のバンドでギタリストを務めた。当時、フーファイターズのギタリストであるパッドスミアが脱退を決めていたため、J とのツアー中にデーブ・グロールより、 バンドへの招待を受ける。ツアー終了後にフランツは承諾し、ラジオシティミュージックホールにて、彼のデビューパフォーマンスを行う、わずか2日前に、バンドに合流した。フランツはバンドでの活動期間中、ゴジラザアルバムに収録されている、A320 に参加。X ファイルのサウンドトラック、ザ・ X ・ファイルズ・ザ・アルバム用に再収録を行った、ウォーキングアフター・ U ーにも参加した。 さらに、マイヒーローのミュージックビデオにも出演。マイヒーローは、パッドスミアの在籍中に収録された曲なので、フランツはレコーディングに参加していない。しかし、アルバムゼアイズナッシングレフトツールーズのレコーディングを行う前に、方向性の違いにより、バンドを脱退する。フーファイターズでの活動は本人によると、人生で最高の2年間だった。という。 脱退後は、再び J に招待され、2005年まで共に活動した。フランツは現在、カリフォルニア州ハリウッドで生活をしており、最近では、ボストン出身のバンド、ディスト曲作りに励んでいる。2007年には、ドキュメンタリー映画のワン、カリフォルニアデイに、楽曲提供を行った。ありがとうございます。